バンナサップ。世界一の野獣はどちらだ。まずは踏み込んでいく。バンナが踏み込んでいく。バンナの右をもらった。さあ、ボールがガンガンいきますね。ボールが頭から。バンナをまずはロープ際へと追い詰めていきました。バンナはね、このラウンドで勝負を決めたいところだと思います。まずは第一ラウンド定番ルール。おっと、右の前蹴りを見せていったボブサップ。右のショートフック。バンナさあ頭を下げているボブ。 K-1 屈指のテクニシャン。ジャグレーグラついた。サップがグラついた。さあ連打連打。膝左のボディ押し黙った亀のようにボブサップ。右フックだ。さあバンナだ。バンナだ。バンナだ。ボディ左右ボディ。フリーチですね。フリーチですね。頭を下げて、なんとかボブが頑張ってますね。いっぱいだボブサップ。さあ再びバンナ挑戦。アッパーから右のフック。バンナ圧倒的有利。崩れた。サップが崩れた。バンナの連打を受けてサップが崩れた。立ち上がる。どうだファイティングポーズは。サップの目はどうだ。眼差しでさあ登場。どんどん追い越したが再びバンナ初対決。完膚なきまでにバンナのパンチ。耐えてますよ耐えてますよ。だけどまだ打開できるかボブサップ。クリッチっすよ。クリッチ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 。まだ50秒ある。ボブサップ耐えられるか。まだ50秒ある。ダメだ。さあどうだ。なんとかなんとかガードを取っているが、サンプの足が止まる。もちろん青コーナー追い詰められたボブサップ。クリッチ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 。バンナ復活の黄金の左が今捉えている。そして右残り20秒。ここしのげるなんとかなりますよね。なんとかなりますよ。しのげるか。一度ダウンをすでに喫したボブサップ。ボブサップ頑張ります。6ヶ月ぶりのリング。まともにはもらってないですね。もうまともにはもらってない。ガードしている。あと10秒ガードしている。なんとかガードしている。さあ第2ラウンドまで耐えられるかボブサップ。耐えられるか。なんとか第1ラウンド最後まで耐えたボブサップ。第2ラウンドの総合ルールになんとかボブサップが持ち込んだ。いやボブサップ根性見せましたよ。よく耐えましたね。よく耐えた。いやしかし畠山さん、はい、もう立ち上がりからバンナの圧力。そうですね。もうやっぱりボクシングっていうか打撃のテクニックだったらもう話にならないんで、もうやっぱりバンナうますぎるんでね打撃は、はい、だからやっぱ次の総合に期待したいですね。そうですね、はい、総合ルールで。この連打を食らいながら一度ダウンを喫したボブサップ、なんとか立ち上がりましたが完全に食らいました。バンナのこの猛攻よく頑張りましたね。頑張りました、本当によく頑張りましたよ、はい、崩れ落ちるようにして第1ラウンドダウンを喫したボブサップ、まあ、今回ボブサップはスタミナをつけるために映画の撮影などもありましたが週に3日4日の走り込みを壮絶に行ってきた、まあ、1日30キロ近く走ってきたというそんな日もあると聞いていますね。なんとかスタミナをつけてきた。それがこの形に一つ出たのかもしれません。よく耐えました。さあこの2分間のインターバル、その間に10オンスのグローブからオープンフィンガーのグローブへとグローブを付け替えております。さあいよいよこの後は総合ルールでの戦い。総合ルールになりますとね谷川さん、はい、これはまあこれでねボブサップがどダメージがどれだけあるかわかんないですけど、ここからやっぱりボブサップの状況なんで、はい、またあの展開が大きく変わると思うんですよね、バンナはかつてこの大晦日の決戦で
日本のプロレスラー安田に敗れました。しかしその時のことは全て忘れたとバンナは語っております。第2ラウンドミックスルール、総合ルールどうでしょう、ね、グローブが薄くなりますからボブサップもね、総合だからって冬に行ったら逆に打撃は K-1 ルールきついですからね。オープンフィンガーのバンナのパンチですからね、はい、さあ第2ラウンド、この第2ラウンドは総合ルール、タックルに行くボブサップ、もろ手刈り、さあ倒せるか、フィンガー、ボブサップ上に乗った、上に乗りました。さあ戻り直したよ、どうだ、マウンドだ、マウンドになった、さあパウンドいけ、パウンド、パウンド、サップのパウンド、さあ鋼のハンマーが左右から振り下ろされている。村木さん万全の体勢になりましたよ、これチャンスですね、バンナ選手1ラウンド目相当打ち続けたので、これチャンスですね。マウントポジションのボブサップ、パウンドがまるで除夜の鐘を鳴らすかのようにバンナの頭にパンチを叩き込んでいる。ロープ際ボブサップ完璧なマウントポジション、ボブサップで焦らずゆっくりとゆっくりとやった方がいいですね。バンナのガード、さあ上から上から振り落としか、さあどうだ、バンナ懸命に耐えている、さっきのラウンドは全く受け取ったでしたね、今度はバンナ懸命に耐えている。第1ラウンドは打って変わった、かなりサップも肩で息をしている。さあ体の体重を浴びせかけて腕を取りに行くか、村木さん、パウンドもかなり殴っていると体力を消耗しますから、ですから、この角度からだとやっぱ顎ですね、はい、顎に直接上から振り下ろすやつに使ってますね、こういった形ですね、はい、さあ再びマウントのいいポジションを取っている、そして顎にパンチ、さあ清原さん、はい、バンナなんとか耐えないとね、そうですね、踏ん張ってほしいですね、はい、左の側頭部にも強烈なパンチが入った、ボブサップ腕取るチャンスですけどね、腕を取るあるいはギロチンチョークと、このマウントポジションですからさまざまな攻撃も考えられますが、まずは殴ること、パウンドにこだわっておりますボブサップ。バンナが右の鼻から出血、この第2ラウンドと第4ラウンド肩で打ってますね、総合ルールは5分間です、肩で顔面打ってますね、しかしこれはバンナも体勢としては相当厳しい、なんとか横に動きながら、しかしこのボブサップの160キロの肉体がバンナの上にまさにのしかかっております。なんとかバンナこのマウントを抜けられるか、致命傷は大きくないと思うんですよ、細かいの何発も抜けてますけど、はい、いやしかしボブはひっくり返せませんね、左右のハンマーパンチ、増田さん、はい、赤コーナーバンナサイドなんですが、とにかくサップの腕を掴んでしっかりとこのパンチを防御しようというシーンが飛んでますね、そうですね、とにかく足で押してひっくり返せと、はい、練習でやったことを出せという声が飛んでいます。なるほど、小笠原アナウンサー、増田さん、はい、一方ビーストサップサイドですね、とにかくもう圧力だと、はい、体重をかけてどんどん殴っていくという練習を飛ばしていますね、いきなり目が覚めたような、ね、ビーストですね、よく目覚めましたね、2人ともヘロヘロですね、総合ルールは残り2分を切りました、いやこれ時間がなくなってきましたよ、サップはねこれでちょっと関節となんかいかないと、バンナが今ブリッジから逃れようという、なんとかパスガードできるか、ジェロムレバンナ耐えているのは今度は第2ラウンド、一転してジェロムレバンナです。サップのパンチ、再びパウンド、サップのパウンド、アルティメットファイト、野獣の両の拳が打ち鳴らしているバンナの顔面、大人ともね、打ち疲れですよ、今度はね、ボブサップが1ラウンドのジェルムレーマーだと全く逆で、今度ボブサップが打ち疲れですね、かなり打ちましたね、はい、さあそして体を横にひねるバンナ、サップが腕を取りに行くか、サップ腕を取りに行くか、残り1分、アームロックに入った、アームロックに入っている、いや、これは取れました、決めないとまずいんじゃないですかね、まずいですね、これだけのいい体勢になってという、いやパンチはちょっとジェルも倒せないような気がしますね、この体勢で、それだけこのバンナの百戦錬磨、どれだけのパンチを今までもかいくぐってきたのか、打撃においても一律の長ジェロムレバンナ、さあ今度は上体を浴びせかけて
サップは何を狙うか。力入りますね。残り20秒を切った、残り20秒を切った。再び腕を取っている、腕を取っている、手首を決めている。これも取れた、なんとか取れました。相手の腕を抱え込んでいくのがジェルムレバンナ。いや、第2ラウンドも仕留められませんでしたね。この第2ラウンド、これ一か八か腕でも取りに行けば、マウントポジションを取りながらボブサップ、バンナを仕留められず、再び今度は K1 ルールだ。うわ、すごい、こんな長期戦になると思わなかったですね。今度は第3ラウンド、打撃の K1 ルールだ。この初対決、どちらが勝つのか。しかしバンナよく耐えましたね。谷川さん、バンナはよく耐えました、本当に、この絶対的に不利な状況の中で、はい、バンナ選手、下からのアームロック返す力ありましたんで、はい、次のラウンド K-1 ルールでなんか一発いいの当てそうな気しますね。まだまだ余力は残っていたと、はい、そうですね。そしてサップも、まあ、最後はなんとか攻め疲れからかアームロック狙いに行ったりもしたんですが、なかなか船木さん、その十分な体勢で決めることはできませんでした。そうですね、パンチも意外と空振りが多かったですから、しかし清原さん、はい、このバンナの持ちこたえるこの力、折れない心、ね、本当に、ピンチの次は次チャンスだと思うんで、次のチャンスを生かしてほしいですね、はい、とにかく第1ラウンドバンナ圧倒的に攻めました。そして第2ラウンドはサップ攻めながらも仕留めることができなかった。インターバル残り30秒、ボブサップがもともと描いていた戦略としてはバンナの左を食らわないために左に回り込みながら右のストレートを当てるという作戦だったわけですが、第3ラウンド、ビーストいけるか、踏み込んでいけるか。さあビーストスタイル、バンナの体が好調している。壮絶なこの戦いになりました。壮絶な戦いですね。 K-1 総合ミックスルール、サップの連打、ちょっと足元も動かない、ジェロも疲れてますよ、ましたね、顔はね相当まだしっかりしますけど、もう体は疲れてますね。第2ラウンドではこのサップの160キロの体重をずっと受けていたわけですから、スタミナ的にも左インド蹴りで映るかもしれないですね。ジェロムはかなりの消耗。さあ右のフック、バンナはサスポー右のハイキック、バンナの蹴り、さあだんだんとバンナのペースになってきた。右のキック、バンナも疲れてますよ。なんとか繊維を取り戻してこの第3ラウンドに入りました。右のボディー、ボディーだ。おそらく今サップは息ができないか。ロキック打撃でバンナ、バンナも、ね、疲れてますよ、倒すまだ、はい、ロキックいきましたね、ロキック、サップの左膝悲鳴を上げている。サップが蹴る。マスターさん、はい、赤コーナーバンナサイドはね、とにかく2ラウンドよく戻ってきたというような声をかけましたね。そうです。相手はもう向かってもらうボディで決めてしまえ、ボディだという話をしています。そうですか、そのボディはまあ有効な一発も入ってますね。サップのこの表情、ボブサップとにかく試合は早く終わらせたいんだ、そう言っていますボブサップ。しかしながらこの長期戦となった右カウンター、返したボブサップ、右のパンチ効きましたよ、右のカウンター、左フック、これは手を切った、右のパンチ効きましたよ。僕の一瞬バンナの体が波に揺れた、もう僕が右出せばいいですよ、右を肩で息をしているボブサップ。再びバンナのパンチが飛んでくる。初対決のこの両者、勝つのはバンナサップか。右バンナの右のローキックから右のパン
ンチ、そしてさらには左のローキック。いやバンダも疲れてますね。両者のスタミナ、最後は精神力の戦いか。僕の右良かったですよ今。最後は精神力。あっと行くらいだ。相手に背を向けた。サンプラ背を向けた。それでも倒れない。倒れない。耐えている。ボブサップ耐えている。耐えた。ここも耐えた。第3ラウンド。未だ決着はつかず。大晦日の大熱戦。相当疲れてると思うんですけども、次はおそらく今レバンナ選手も相当疲れてますんで、はい、グラウンドに行った時にチョークとか結構有効になるような気がします ね。なるほど。再びここから総合ルールです。なんという試合なんでしょうか。いや本当にもういや僕はねもしかしたら1ラウンドで決まる可能性が高いと思ったんですけど、こんな長引くとは思わなかったですよ。どの右来ましたよ。右のカウンター、このバンナがグラッときました、ねえいいものは持ってるんですから、やっぱり出さなきゃ高田さん持ち村さんになっちゃいますよね、そしてこのバンナの連打、最後はサップがバンナに背を向けてしまった。いやこんなね本当怪獣同士のぶつかりなんで、しかし清原さん、本当にド迫力の殴り合いですね、はい、そうですね、もうなんか人間と思えないですよね、そして再びこのグローブをオープンフィンガーへと付け替えております。両者とももうすぐにでも試合を終わらせたい、しかしそれは勝って終わらせたいというその気持ちだけでしょう。よく耐えています。アメリカの野獣とそして K1 の番長フランスのバンナ、完全復活のバンナか、あるいは帰ってきたビーストボブサップか。セコンドアウト、いよいよファイナル第4ラウンド。さあ第4ラウンドです。なおこの第4ラウンドで決着がつかなければドローということになります。当然ボブサップはテイクダウン狙っていくでしょうね。いや2人ともねもう本当に気力の勝負だと思います。野獣サップの気力、そして番長バンナの気力、いよいよファイナル第4ラウンド。ファイナル大晦日の大阪でなんという試合になっているんでしょうか。さあ胴へのタックル組みついている、レスリングのグレコローマンのように胴へのタックル。ジェルも腰強いですからね、バンナの総合の経験というのが3年前の大晦日安田と戦った猪木軍対 K1 軍全面対抗戦、その際は2ラウンド安田のギロチンチョークにタップアウトしてしまいました。仕方が従ってバンナにとっては総合は2戦目。安田さん、はい、赤コーナーバンナサイドです。とにかくやはり下で勝負するな、はい、寝技に持ち込まれるなということですね。なるほど、寝技に持ち込まないためにこのバンナが強い腰を見せていますね。オブサップもねやっぱり力が出ないんですよ、普段だったらねもうビーストタックルでもうちょっと同タックル、ものすごい迫力があるんですけど、アメリカのぶつかりですよね、はい、ハッサさん、はい、青コーナーサップサイドはもうもちろんですが、もう上に乗ると、はい、乗るだけだという指示ですよ。全員がですね、できるんだ、やれるんだ、あと1ラウンド行ってこいと、はい、もうみんなで励ましてますよ。5月、ロマネックスのリングでボブサップは藤田にサッカーボールキックを食らって屈辱のそのタップアウトを喫しました。さあ低いタックルに行った、しかし切った、バンナがタックルを切った、サップのタックルをバンナ切った、そして頭にキックだ、頭にキックだ、バンナの膝の上、サップの頭にバンナのキック。今年の5月ロマネックスのリングでサップは藤田のサッカーボールキックを食らって屈辱のタップアウトを喫しました。なんとかこれはガードしてますけど、そうですね、ガードしますけどね。さあ、立ち上がった、バンナ、立ち上がった、再びサンプが頭を下げる、サンプが力が出ないですね、しかし壮絶な、あでも力、片足を取ってのタックル、持てた、さあ倒した、テイクダウンだ、ロープギアですがテイクダウン、
再び上に乗れるかもウサップ、あるいはサイドポジションを取れるか。いやボブ攻めないとダメですね、バンナも懸命に今サップの足に食らいついてますね。逆になりましたね今、さあ船木さんこういう体勢どうでしょう。そうですね、上になった方がいいと思いますんで。おっとめくるかサイドポジション、バンナサイドポジション、バンナもヤンザジャイアントの抜きや、あるいはデイリー・グッドリッチとこの総合の練習を積んでまいりました、ヒョードルとも総合の練習を積んでそうですからね。いいポジションですよジェルムは、サイドポジションを取りました。サイドポジション、さあギロチンチョークかあるいはアームロックか。ボブサップは跳ね返したいところですね、野獣のパワーは残っているか。ボブサップ、あきつい、側頭部への膝、おっとマウント、あーっと滑った、一瞬マウントになりかけた。さあ再びサイドマウント、バンナがマウント、総合ルール残りが1分40秒。さあこれはねボブはこれ跳ね抜けないとダメですね、ジェルムこれで、ね、体を起こして殴りたいところですね、はい、さあ船木さん今度はバンナがマウントです。さっきよりもは、返されやすい確率あると思うんですね、ボブサップ選手の方が体大きいですから、はい、ただどうですかね、そこまで体力的に残ってるかどうか。2004年の大晦日、壮絶な K1 総合のミックスルールファイナル第4ラウンドまで来たボブサップ対ジェロム・レバンナ、まもなく総合ルールファイナルラウンド残り1分となります。今のところバンナは打撃にかけてますね。そうですね、バンナは体を起こしてもっと打ちたいけどやっぱり疲れてるんですね、ここから鋭いねパンチ打てば、はい、ボブはひっくり返したさあ今度はボブだ、今度はボブが上、チャンスですよボブサップ、よく体を返しました。さあ体を返した、喉元に腕を入れていく、野獣いいポジションになりました今度は。さすがビースト、再びサイドポジション、今度はサイドを取れましたボブサップ。こうなりますと船木さん、またバンナは体を横にしてなんとかこう逃れようとしていますが、流血がすごいですね、わー決めた決めた、あ腕が取れました、アンバーアンバーアンバーアンロック、腕を取った、腕を取った、腕を決めている、決めてますよ、腕を決めている、残りが10秒か、腕を決めている、バンナ耐える、バンナ耐える、懸命にバンナが耐えている、懸命に耐えてます、耐えているバンナ、ここで試合終了。両者全ての力を使い切って戦い抜いたミックスルール、規定によりまして決着はつかず、バンナサップの初対決ミックスルール決着はつかずドロー。しかしこれは本当に魂のドロー、よくぞ両者、ね、心も体も骨も折れなかった。これねやっぱり本当心チェンジするのも難しいと思いますし、ルール的には、はい、有利と不利がねいっぺんに変わってしまいますから、はい、いやーしかしすごい試合でしたね畠山さん、すごい試合でしたね。